はみなさん、お疲れ様です。モコです。今日はね、皆さんにお知らせしたいこと、ご報告がございます。1年間さあ、今からね、積み込みに行ってきたいと思います。積み込みですね。今日の荷物はね、明日の広島県卸です。広島行き、今からね、積み込みをして、そのままね、広島県入りたいと思います。すごいこの辺ね、のんびりしたええところやな。若干道は狭くて走りづらいけどね、ええところ、のどかですね。さあ、このね、田舎道を抜けまして、積み込みね、入っていくんですけども、多分ね、行ったらすぐ積める荷物なんで、パッパッパッと積んでね、走りたいと思います。で、今日からね、またしばらく家に帰れないね、日々が続きます。今日出発したら、今度は5日後ぐらいかなね、家に帰るのが5日後ですね。まあでもね、会社によっては2週間帰れなかったり、3週間帰れなかったりね、そういった会社も多いんでね、5日後帰れるんやったらまだええ方かな。この前ね、お話しした運転手さんは3週間家に帰ってないらしいね。そうなるときついよな。まあ、その分ね、給料がいいのかもしれないけど、僕はね、やっぱり週に1回2回は帰りたいもんな。お、ちょうどあれですね、稲刈りの時期、しっかりね、身の詰まったお米がいっぱいなっとる。ええな。さあ、今からね、ぼちぼち積み込み入っていきたいと思います。クルソン山だって。クルソン山、昔なんかママの友達がクルソン山に山登り行ったって言ったな。クルソン山登ると、なんか縁を切りたい人と縁が切れるみたいな、なんかそんな話聞いたけどな。クルソン山、よし、ぼちぼちね、積み込み入っていきたいと思います。はい、とりあえずね、積み込み完了です。積み込み完了。行ったらね、すぐ積み込みができた。だいたいね、1時間ぐらいで積み込み終えまして、今からね、広島県へと向かいたいと思います。お腹すいたな。なんか最近すごいね、お腹が減るんですよ。すごいお腹が減る。途中ね、どっかコンビニ寄ってからさ、買い出しして、コンビニで買い出しして、それからね、向かいたいと思います。どっかトラックでさ、トラックで行けるスーパーがあればいいんやけど、なかなかね、ないですからね。スーパーもね、探してみながら広島県へね、行ってきたいと思います。さあ、ぼちぼち走ろう。Watching out for number one. You gotta slow down, look around you, son. Today is just today and not tomorrow. Where you're going, you can rest your head. Where you're going.Looks big. Where you're going, truth cannot be hid. You gotta get going. Easy now. You gotta get going. Easy now.Call me wide-eyed, simple-minded. I've been blinded
I'm on a merry-go-round. I got this fever, baby, going through my body. I feel like shaking the ground. Call me lovesick, like I bother. There's no other. I'd beg, borrow, and steal. I wanna do right by you. Can't you see I'm hurting the way you make me feel? Oh, 'cause my heart breaks. Oh, baby, baby, please. Oh! また押した位置が出んくなったな。モーターがいかれてしまったかもわからん。押した位置が出ないですね。どうしようか。フロントガラスがね、汚いのよ。だいぶマシになったかな。ガソリンスタンドの人が変な顔でこっち見とるで。あの人何しとるんやろっていう顔でこっち見とるわ。ねえ、押し駅が出にくくなった。はい、今ね受付行ってきまして、到着待機ですね。待機なんかね、受付のところに人が誰もいなくって、近くにおったねリフトマンさんに声かけたんですよ。やったらね、なんか怒っとった。なんかすごい怒っとった。天気が良くってさ、明日から結構暑いからね、みんなイライラしとんかな。多分ね、受付の仕方合っとると思うんですよ。受付書いて伝票入れのとこに伝票入れるという形やと思うんですけども、多分合っとると思う。で、待っとったらね、多分担当の方が呼びに来たんかな。ここね、3年前ぐらい日経入りまして、久しぶりに入ったところやからよくわからんだよな。とりあえずね、少し待機しておきたいと思います。です。モコです。今日はね、皆さんにお知らせしたいこと、ご報告がございます。ね、1年間担当してきました、このトラックなんですけども、乗り換わることになりました。トラックが変わります。いろんな思い出がね、詰まったトラックですけども、もうね、140万キロ走ってますんで、このトラックね、乗り換わります。ちょうどね、1年前ぐらいに担当したトラックなんですけども、ね、130万キロの時に乗りまして、現在140万キロを超えております。お調子ね、いろんなところに故障が出てきておりますんで、乗り換わることになりました。ちょうどね、12月が車検なんで、それまでに乗り換わるって形ですね。まあね、寂しいですけども、またね、新たなトラックで車中泊生活送っていきたいと思います。またね、新しいトラック決まりましたら、皆さんにね、ご報告ご紹介できたらと思っております。トラックが乗り換わる、そんな感じでとりあえずご報告でした。